資格が。島田さん、しっかりして。島田さん。悪の大魔王と化して兄トーンサイに迫るゴースン。罪なき人々を殺戮するゴースンに激しい敵意を燃やしながらも、たった一人の血を分けた弟ゆえになすすべもなく立ち尽くしたトーンサイ。だが今愛は一層の憎しみとなって、兄弟の対決は迫っていた。トーンサイよ、ゴースンの秘密を知る者は兄とはいえ生かしてはおけぬ。覚悟せい。大魔王ゴースン、あの胸を狙え。ゴースの秘密が永久に分からなくなる。トーンサイ、あやつは本当にゴースを倒せるか。本当だとすると一体どんな術があるんだ。トーンサイ、もう最後だぞ。どうだ、昔のように兄弟仲良く手を組む気はないか。悪役無道のゴース、たとえ弟といえども、もはや容赦はせん。トーンサイ！トーンサイ！逃げなさい、殿！トーンサイ！トーンサイ！待ってくれ、ゴースン。遅れたか、トーンサイ。違う、お前の話を聞く。だからひとまず戦を収めてくれ。トーンサイ、少し遅すぎたようだな。だがよかろう、兄弟のよしみだ。お前の話を聞いてやろう。そこで待て。どうなっているんだ。兄じゃ、しばらくだな。神の恐ろしさを思い知らせてやろうか。サオリ、サオリ、コスケ、ホイ怪人、この獅子丸が相手だ。俺の手下は日本中で暴れ回っている。この戦乱の世の中、北条も上杉も織田もない。
あらゆるところで戦を起こし、それに乗じて全てを我が物にするのだ。トーン、俺と一緒にやらぬか。兄者の腕は俺以外では十分に通用するはず。どうだ、俺を助ける気はないか。こんな小さい高取城に安住する兄者ではなかったはずだ。何故だかわからぬ。俺は何度も使いを出した。その度に帰ってきた返事は否であった。その頃から俺は兄者の存在が不安になった。俺のことを知りすぎている兄者が、そして俺をつけ狙うライオン丸が兄者のことを嗅ぎつけた時、俺はたとえ兄者でも殺そうと思った。だが兄者が俺のことを考え直してくれれば、俺も頼もしい男が一人増えるという。なんとか言えとん。相変わらずだな、ゴーザン。何？ゴーザン、お前にはこの下の光景が見えるであろう。お前の妖術で両眼は潰されても、わしの心の目にはその状態がありありと映っておる。あどれほど暴れ回り、どれだけ人を殺せば気が済むというのだ。俺がこの日本を支配する。そのために邪魔なものは全て片付ける。俺がこの王寸の流儀だ。この城はお前に渡そう。その代わり直ちに殺戮をやめさせるんだ。そうはいかぬ。俺の手下は争いと血を好む者ばかり。俺がそれを止めるわけにはいかぬ。なんと、皆殺しだ。ネズミ一匹打ち漏らさないのが自慢の奴らだ。止めるわけにはいかぬ。ゴーザン、貴様それでも人間か。俺はすでに人間ではない。人間ではない？そうだ、俺は大魔王ゴースン。東西殿。お、殿はご無事か。は、はい。七人衆はあえなく知事に、しかし殿はご無事に城外へ。そうか。殿におかせられましては、東西殿の早速のお越し。あ、この者は。ゴーさん、おのれ何というむごいことを。兄者、いや、東雲斎、もはやお前に我の悪の仲間に入る資格なし。さねば高取城もろとも貴様も叩き潰す。ゴーさん、これ以上の極悪非道は許さんぞ。どうしようってんだ。殺すなら殺せ。何するんだ。コスケちゃん、このコスケを何だと思ってんだ。ちょうどよかった。新しい武器の試し撃ちができるとはな。さあ小僧、逃げられるものなら逃げてもいいぞ。コスケちゃん、じっとしててやるから、よく狙っておいて。ほら、手が震えてるじゃねえか。うるさい、行くぞ。なんだ、しっかりしろ。一発で当てられないのか。ゆっくり楽しんでからその口を聞けないようにしてやろう。小僧、なんとか言ってみろ。下手くそめ、ちゃんと狙って撃て。
よし、望み通り最後の矢をくれてやるわ。タイガー城、何をするんだ。子供相手に何遊んでるんだ。領主のハルカイが逃げたそうだが、さらさらすぐいいのか。だからその前にこいつらの始末を。そんなことは俺に任しておけ。では頼んだぞ。それ。オスンサンダー。大魔王ゴーシンの力を見よ。トーンサイドも大丈夫か。それで奴は東雲斎さんを探しに行くって言ってたわ。そうか、奴も東雲斎殿。なんじゃ、どうかしたのか。山の麓に近づいたものがあります。しかしご心配なく、この東雲斎がついております。うん、小風呂よ、様子を見てこい。よし、手分けして探そう。沙織と小助はこの山を探せ。俺は向こうの山を探す。獅子丸、貴様たちまだ生きておったか。そう簡単に死んでたまるか。えい、かえい、かえい、かカゼオ、光オ、カー、忍法支援が。ライオン丸、剣山。風よ光よ正義の祈り、哀れし獅子丸、ライオン丸に、日本の平和を守るため暗黒魔人を焼き付けろ。今だ、今こそ変身だ。そしてライオン、飛べ飛べライオン、
何だと言っとるのじゃ。殿、すべてこの東雲斎にお任せください。だが東雲斎よ、あの豪寸とかいう化け物はなぜこうまで春影を苦しめるんであろう。東雲斎よ、この先どうなるのであろう。殿、いかに極悪非道な豪寸とはいえ、弟は弟、そう思った心の弱さがこんなにも殿を苦しめてしまった。静かにしろ小風呂。獅子丸とか言ったな。諦めるがいい。お前に豪寸は倒せん。お前は豪寸の本当の恐ろしさを知らん。東雲斎、お前の持つ秘密は俺がいただく。大願上。あ、東雲斎殿、お願いです。私にゴースを倒す秘密を。シバルさん、シバル兄ちゃん。やはりお前はわしが倒さねばならないのか。行け、小風呂よ。コウモリを使ってゴースンのどこを攻めようというのか。道具で作ったもの。そうか、これならば突き刺さるんだ。東西殿、ゴースの弱点は巨大化した時の胸の文様。それを
そうか、胸の文様をつけばいいのか。風を光を、さあ忍法自然月、第40剣山大魔王ゴースン勝負だ。では所詮太刀打ちできないのに。しばるさん、兄ちゃん。またも破れた。でもしばる兄ちゃん、今度はゴースに触ったよ。そうだ、確かにゴースの弱点は悪の文様にあるんだ。そこをどうやって攻めるかだ。今度立ち会う時までに、今度こそ必ず倒してみせる。大魔王ゴースンの弱点は胸に輝く悪の文様を象牙で突くことであった。獅子丸と丈之助は一つずつこの弱点を知った。この二つの弱点を同時についてこそ初めてゴースンは倒せるのだ。